今日はですね、トミー・エマニュエルの曲のリクエストのお話なんですけれども、僕ですね、何本か動画で過去に超上級奏法解説シリーズと名打ってトミー・エマニュエルの曲の奏法解説をしてたんですけど、まあ譜面は載せずにある程度ね、大まかな奏法分かった人、まあ、フィンガースタイルギターの基礎的な奏法ができる人向けの、まあ、入門のテクニックとかね、そういう解説とかはね、端折った結構上級だなって自分でも思うぐらいの解説を出したんですけれどもね、なかなかですね、そのコアなあの方たちに、ね、喜んでいただいて、でもわざわざね、DM でリクエストを送っていただいたりとか、メールいただいたりとかね、そういうことが多くなったんですけれども、で、リクエストで多かったのが、まあ、先々週ぐらいから4件ぐらい来てたのかな、ハッピーアワーズっていうね、曲なんですよね。またこれコアなファンだなーって、こんなハッピーアワーズを好きってことは相当トミー・エマニュエルが好きなんだなと思うんですけど、そんなにね、トミー・エマニュエルって YouTube で検索しても上の方に出てくる曲ではないんですけど、めちゃめちゃかっこいいんですよ。僕もね、大好きで、たまになんかインスタにコピーした曲をアップしたりとか、まあ、冒頭の演奏でね、上げたりとかしてたんで、僕がねこの曲を弾くんだなって思ってねリクエストをいただいたと思うんですけども、この曲はですね、トミー・エマニュエルとジム・ニコルズっていうね、これまたジム・ニコルズもね超絶なギタリストなんですけど、共作アルバムがあるんですよ、ハッピーアワーズっていうね。でその中に入ってるハッピーアワーズっていう1曲目に入ってるんですけどもね、この曲に関してはトミー・エマニュエル一人でソロで弾いてるんですよ。アルバムを通してジム・ニコルズとの共演になってるんですけど、まあそのアルバムのタイミングで新曲をちょっと入れて出したみたいな、そういうね解釈で間違いないと思うんですけど、でこの曲はねめちゃめちゃかっこよくてですね、もともとレギュラーチューニングでレコーディングはされてるんですけど、その曲結構上級向けなんですよ。上級向けなんですけど、今日はですね超上級編っていうわけではなくて、初心者の方たちにもこのかっこいいこの曲がどういう手順、どういうテクニック、何を練習して手をどういう風に鍛えたら弾けるようになるのかなっていうね、そういうステッピングストーン的なね、その曲をコピーするのがレベル5だとしたら、まあ 1,2,3 ぐらいのこの曲をちょっと砕いたフレーズを作ってエクササイズとしてね皆さんに弾いていただきたいなと思います。はい、こういうエクササイズをやるとですね、あ、ここまでのレベルができたらこの曲が弾けるんだなっていうのが見えてくると思うんですよね。でそういうのが見えてこないと本当にもうなんか同じ楽器かこれみたいなね、こんなギター一本でこんなのできるわけねえじゃないかっていう風な印象を受けると思うんですけど、ソロギター特にトミー・エマニュエルみたいな人なんかはね、僕はですねトミー・エマニュエルを初めて見た時にそう思いました。はい無理こんなのっていう感じでした。だけども僕もね弾けるようになってきたので、はい、いろいろ遠回りをしましたけれども、皆さんはね遠回りしなくていいようにこういうコンテンツをね日々出してるんですけれども、はい、まだ僕の無料の LINE 講座ですね、受け取ってない方は概要欄から受け取ってくださいね。フィンガースタイル入門やってます。はい、というわけでですね、今日もちょっと奏法解説していきます。じゃあちょっと弾いてみますけど、ワンフレーズぐらい弾いてみましょうね。はい、スピーディーな曲なんですけど、今日はですね、見ての通りカポを2フレットにはめてます。で、このカポ2フレットっていうのがオリジナルのねレコーディングバージョンはカポなんてつけてなくてね、ノーマルで弾いてるんですけど、スタンダードチューニングで、その後のライブですよね、カポを2フレットにはめて弾くことが非常に多くなりまして、ライブでは必ずこのキーで弾くみたいなね、そんな感じになってまして、まあコピーする人もですねカポを2フレットにはめる人が多い気がします。っていうのもですね、まあカポを2フレットにはめた方が運指がねちょっと楽だったりリーチしやすかったりするので、今日はね2フレットにはめて、はい、こんな感じでやっていきたいなと思います。で、このここの部分をもうちょっと簡単に砕いてエクササイズにして、皆さんにこのね奏法っていうのを身近なものにしていただきたいなと思いますので、はい、ちょっとやってみます。で、この砕いたのがですねこんな感じになってます。今日はこれを練習するっていう課題です。はい、ちょっと弾いてみます。
ずはですね、ちょっとポジションを左手で押さえて、そこを軸にやっていきたいなと思います。まずはですね、キーはね、A なんですけど、まあこれね、厳密にはカポつけてるんで B なんですけど、まあ、ポジションを覚えやすいように、ここをね、A と言って、解説していきたいなと思います。で、薬指で4弦の4フレット。小指で2弦の4フレット。押さえてください。はい。はい。で、この状態で、薬指と小指ね、こう押さえたまんまで、まずはですね、ベースラインの解説をしていきたいなと思います。で、ベースラインは、この開放の5弦を弾いて、はい。で、今押さえてる4弦の4フレットを弾いて、6弦弾いて、また4弦に戻ると。こんな感じです。はい。これがベースラインです。これの上にメロディーが成り立ってます。まあ、原曲も、こういう風にですね。これの元になってるのがこうですね。はい。で、これ音。ここですね。ミュートしてます、僕。このね、主頭部分のお肉を使って、このブリッジのところですね。弦が突っ張ってるところ、6弦、5弦、4弦の上にピタッとやってます。はい。で、はい。このタイミング、わかりますでしょうか。で、これと同時にメロディーを弾くんですけど、メロディーが、小指を押さえた、ここと、1弦開放。はい。人差し指で、2フレット。戻る。はい。2弦の4フレットに戻る。で、次がですね、この小指を離して、人差し指で、2弦3弦の2フレットを押さえます。ここですね。はい。で、メロディーが、ってなります。なので、はい。ここまではこの小指を押さえたもの。ここから小指を離して、人差し指で、こういう風になります。で、この後はですね、E の形に。E メジャーの形に持ってってください。はい。なので、メロディーがなるんですけど、組み立ての続きをやっていきましょう。で、これベースラインと同時に、一個一個弾いていくんですよ。なのでベースラインが、でありますよね。このピッキングと同時にメロディーのピッキングを重ねていきます。最初が、はい、ここまでわかりますでしょうか。ちょっと簡単な譜面載せてますけど、ベースラインは親指だけで弾いてください。なので、これを、こうやって絶対やらないでください。ベースラインは常に全て親指だけで弾きます。これ、フィンガースタイルギターの鉄則です。ここが間違ってしまうと、後々大変なことになります。修正にすごく時間がかかって、挫折の元になっちゃいますので、ここはしっかり守ってください。で、このベースラインのこの、4弦 ?5 弦、4弦、6弦、4弦で弾くんですけど、5弦、4弦からメロディーがスタートする。で、僕、人差し指でこう、ピックしてますね。なので、まあ、決まりはないんですけど、このメロディーの場合は、まあ、1弦を中指で弾いて、僕は2弦を人差し指で弾いたりしてますね。こういう風に手構えた時に自然にね、こっちが下になるでしょう。はい、そんな感じで。なので、ここまで行ったら、指をスイッチして、小指を離して、人差し指で、ここを押さえて、こんな感じになります。ここまで行ってみます。はい。わかりますでしょうか。で、このベースラインの順番、パターン、これを絶対に崩さないようにしてください。5弦、4弦、6弦、4弦。これは四種です。これは絶対四種でやってみてください。はい、もう一回いきます。
次なんですけど、Eコードを押さえたら、はい、これだけです。Eコードを押さえてメロディーが、まあこのね、二弦開放の音なんですけど、二弦と三弦一緒に弾いても綺麗なハーモニーになりますよね。でベースラインが6弦4弦の行ったり来たりです。はい、ちょっと何を弾いてるか分からなくなってしまった方のために、ちょっとスピードアップして僕一回お見せします。でも演奏がこんな感じです。だけどこんなにね早く弾かないでくださいね。超スローから確実に1音1音、このねベースラインと他のメロディーをね重ねていくっていうところをね、しっかり手に吸い込んでもらいたいなと思います。はい、3、4、5、6、7、8、9、10、ここでコードをもう2つ付け加えます。はいはい、わかりますでしょうか。 C シャープマイナーと B メジャーですね。はい、これはですね、このルートの音を、5弦の音ですね、この場合ここの音を親指で弾いて、他の指はフィンガーピッキングしてます。僕はですね、この2、3弦なんですけど、2つの指で、僕は3フィンガーって言って、このね、3本しか使わないスタイルでやってるので、軽く弾くと。まあ、このピッキングの仕方、についてはですね、僕の無料の LINE 講座、見てください。ここではちょっと割愛します。はい。で、ピッキングして、フィンガーピッキングして、はい。で、ベースラインを、5弦、4弦みたいな感じで。はい、わかりますか？コード同時につまびいて、4弦。同じようにコードチェンジしても一緒です。はい。こんな風に戻りますので。はい。じゃあちょっと通してやってみます。これの繰り返しです。こういう時はメトロノームの超スロー再生でやっていきたいなと思うんですけれども、皆さんメトロノームありますか？ちょっと用意してください。じゃあ BPM45 ぐらいでちょっとやってみましょう。遅いですけどね。めちゃめちゃ遅く始めるのがコツです。はい、こんな感じでちょっとずつスピードアップしていってください。50にして55にして60にしてみたいな感じですね。まあちょっと全部はやりませんけど、60ぐらいでちょっともう1回だけやってみます。59になっちゃいましたけど、これでいきます。はい、こんな感じです。で、慣れたらもっとね早くしてっていいと思うんですけど、あ、最初のね A に行く前に僕は手入れてますね。6弦の0、2、4で A メジャースケールのね A に登っていく感じで、は
いかがだったでしょうか。ハッピーアワーですね。この曲をコピーしてる人ってほとんどいないんですよね。YouTube で世界中、検索してみてもなかなかいないと思うんですけれども、まあまあ上級な曲なので。だけどもね、ワンフレーズでも弾けたらめちゃめちゃ楽しい。うわ、ギターって楽しいなっていうね、そういうことを実感させてくれる一曲でありますので、ぜひですね、このエクササイズのね、フレーズだけでもですね、ちょっと弾いていただいて、フィンガースタイルギターの楽しさをね、ちょっと堪能してね、一人でも多くの人がね、このフィンガースタイルの世界に入ってきたらいいなと思ってます。先ほども言いましたけどもね、僕の無料のフィンガースタイルギター講座、LINE 講座ですね、受け取ってない方は概要欄から申し込んでください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。下から2番目、2番目に太い弦の3フレット目、1、2、3ね、このナットから見て